皆さんこんにちは。レックで土地家屋調査士の講師をしております、木村真由美と申します。今日は、多資格からのステップアップというテーマで、いくつかの資格をお持ちの方に、その資格にプラスアルファで、土地家屋調査士という資格を加えてみませんかというご案内になります。最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、最近は、ダブルライセンスとかトリプルライセンス、こんなかっこいい言葉を、聞くことも多くなってきたんじゃないかなと思います。実際に実務についてこの2つとか3つの資格を活かしながらこう事務所を大きくしている先生方、あとは土地家屋調査士の試験を受けるにあたって免除になる資格、このようなものがあります。でこういった資格をお持ちの方はぜひ土地家屋調査士試験チャレンジしていただきたいなというふうに、思っておりますので、ぜひ参考にちょっと興味を持っていただけたら、もうちょっとお問い合わせなどいただいて、もう少し詳しく、知ってみようかなというふうに一人でも多くの方が思っていただければいいなというふうに、思っております。はい、では早速お話の方を、していきたいと思うんですけれども、もしレックの初学者コースのパンフレットをお持ちの方はね、ぜひお手元にご用意いただいて一緒に見ていただければと思います。もちろんない方も画面に映してお話しさせていただきますので、画面の方を見ていただければ結構です。はい、では早速なんですが、お持ちの方は10ページ開いてみてください。はい、10ページ開けていただくと、もうすでにタイトルがダブルライセンスで広がる活躍の場なんていうふうにこれあります。で、土地家屋調査士試験を受けるにあたってすごくメリットのある資格だったり、あとは実務について非常にお仕事の中で一緒に使っていけるような資格だったり、そういった資格がいくつか出てきています。はい、で下の方ね、ちょっと図になっていますので見ていただくと、これ大きく分けると3つに分けられるんじゃないかなと思っています。はい、でまずはここですね。はい、ここに測量士、それから測量士補、あとは建築士という資格があります。この建築士っていうのは1級建築士、2級建築士、どちらも含まれます。で、この2つの資格に関しては持ってるだけで調査士試験、これ一部が免除になりますよという非常に有利に働く、要は試験を受けるにあたって有利に働く資格ということになってきます。はい、ちょっとね説明もせっかくあるので見てみたいと思いますけれども、調査士として使用する機材は共通しているので仕事を請け負いやすい。はい、調査士も測量ということをすることになります。で、その測量するにあたって使う測量機器というのは、これ測量士さんたちが使っている機械と同じになりますので、はっきり言って勉強なんかも入りやすい、それから実務に就いた後もスムーズに入っていけるということになりますので、測量士、測量士補をお持ちの方はぜひ資格の一つとして加えていただきたいなというふうに思っています。で、なんといってもここ、はい、土地家屋調査士試験の一部が免除になりますよ。じゃあどういった部分が免除になるのかというのはね、詳しくはまたちょっと後ほどお話ししたいと思いますけれども、とにかく一部免除、他の人は受けなきゃいけないところをね、受けなくて済みますよという話になります。はい、そして建築士さんの方も同じです。1級建築士、2級建築士、どちらでも構いません。試験に合格しているというだけでね、大丈夫なので、こちらもはい、免除というふうになります。はい、で建築士さんの方はもうこれね、午前の部の試験が免除というふうに書いてありますけれども、土地家屋調査士の試験ってこれきちんと受けようとすると午前の部、午後の部、これ2部制になっているんです。
でもちろんどちらもね、合格点を取らないと土地家屋調査士試験の合格者とは言えなくなってしまいます。で実際にじゃあ午前の部と午後の部両方受けて合格した人がどのぐらいいるのかっていうと本当に少ないんです。実際にこれはどこの予備校さんに行っても同じ、ね、ことを言われると思うんですけれども、土地家屋調査士の試験受けます、だから勉強しますというふうにね言った時に、じゃあ午前の部の勉強午後の部の勉強両方しましょうというようなコースを設定している予備校さんってこれほとんどないです、ないと思います、ね、それはなぜかといったら先ほど申し上げた通り、そこ両方受けて、要は1日の試験を両方受けて合格する人がめちゃめちゃ少ないから、ね、じゃあみんなどうしてるのって言ったらこれなんです。今お話しした測量士、測量士法、それから1級建築士、2級建築士、この4つの資格の中でどれか持っている、ね、要は登録しているということではなくて試験に合格しているということだけでいいんです、ね、そうすれば午前の部を免除される、ね、だから午前の対策というのは取らないで午後の対策だけに集中できるということになるわけです。だからここをお持ちじゃない方は測量士法というこの4つの資格の中では、まあ、比較的一番取りやすいと言われている資格を、まあ、同時に並行しながらレックではコースの中に組み込んで学習していただくことになります。そして5月に測量士法の試験を受けてそこの合格を果たして土地家屋調査士試験の午前の免除を取って、そして10月の土地家屋調査士試験では午後の部だけに専念していただく、ね、こんな風なカリキュラムになっています、ね、したがって、はい、どれか持っていればもうそれだけで午前の部を免除になるわけだから、当然他の方よりも一歩、ね、スタートをまあ早めるというか、ね、まあ、楽に学習することができるということになります。まあ、今楽になんていうことをね申し上げてしまいましたけれども、午後の部の対策だけでも正直楽な試験ではないです、ね、おすすめしておいてなんですけれども楽な試験ではないので、気軽な形でね、じゃあちょっと取ってみようかな、ね、まあほとんど勉強しなくても受かるのかなっていうふうに思ってしまわれると、正直まあこれはまたちょっと困ってしまうんですけれども、まあ土地家屋調査士っていうのはどんな仕事かっていうところもこの後説明させていただきますけれども、非常に公共性の高い、まあ信頼される、ね、まあそういった内容の仕事になってきます。そして独立開業の資格ということになるので、この試験に受かってしまえば土地家屋調査士として、まあ、登録して看板掲げて誰でも仕事ができてしまう。だからそんなに簡単な試験であるはずがないわけです、ね、そんなほとんど勉強しない人が合格したとして、その人たちが土地家屋調査士として世にバン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 出てきたら当然信頼される資格ではなくなりますよね。だからある程度の高いハードルを設定しておいて、そのハードルを超えた人、要は一定の知識を持った人っていうところにならないとそれは困るわけで、だから試験としても当然楽な試験ではないですよっていうことになります。ただその中でも午前と午後、ね、これを受けるというと受かる確率がものすごく減ってしまう。だからまずは免除資格を取るんだ。だからもともと免除されるような資格を何か持っている人がいたら、それはぜひチャレンジしていただきたいなっていうことになります。はい、それがここの2つの丸の中ということになります。はい、じゃあ次にここ、はい、宅建士、マンション管理士、はい、この2つの資格について、はい、この2つに関しては、まあ、先ほどの測量士さんだったり測量士法だったり、ね、まあ、この辺りの資格のように免除になるようなものがあるのかって言ったらそういったわけではありません、ね、ただ学習内容としてここですね、例えば宅建士だったら区分所有法、これマンション管理士も同じですね、区分所有法というのをかなり学ぶと思います、
ね、でこの区分所有法の知識というのは土地家屋調査士の試験でも必要になってきます。区分所有法って区分建物、ね、区分建物についてこの知識を学ぶための法律、ね、区分建物についてのいろんな定義を、ね、条文で規定している、それが区分所有法、建物の区分所有等に関する法律というものですよね。で、区分建物というふうに言ったら、まあ、一般的に一番イメージしやすいのはマンションということになります。で、世の中やはりマンションが非常に増えてきている、ね、昨今においてやはり区分建物の問題というのが土地家屋調査士の試験でもこれ多く出題されています。で、後で土地家屋調査士試験の細かい内容もお話ししたいと思うんですけれども、択一問題があって、それから小式問題があって、ね、まあ、大きくこのように分けられます。で、択一問題の中にはその区分建物の知識を問うような問題もこれかなり出てきていますし、あとは小式問題と呼ばれるもの、ね、これに関しては、まあ、記述式問題ということで、土地家屋調査士として仕事をするにあたって登記の申請書を作って図面を書く、このような試験の内容、これが小式問題ということになってきます。で、不動産の登記に関する問題なので、この小式問題の中に土地の問題1問、建物の問題1問というふうな形で問題の出題があります。で、その建物の中で区分建物の問題、これが出ることももちろんあるんです。そうなってくると、最初に区分建物の知識がある程度ある人と全くない人、区分建物という言い方初めて聞いたっていう人ももちろん一般の方にはね、いらっしゃると思うんです。マンションって言ったらわかるけど、区分建物っていう言い方されたら、え、何のこと、ね、そういった方たくさんいらっしゃると思うので、そういった方に比べたらやはりこの区分所有法についてある程度の知識を学んでいるということは、やはり他の方よりも一歩先を行けるというような資格になるかと思います。で、実際に受講生の中でも宅建士の学習をして、マンション管理士の学習をして、土地家屋調査士という仕事を知ったんだ、ね、こういった方結構いらっしゃるんです。何を隠そう、私もそうなんですね。まあ、私が宅建士受験した頃はまだ宅建士なんていうね、士がついている名前ではなかったんですけれども、その時に土地家屋調査士という仕事を知って、それまでは実際聞いたこともなかったというのがね、正直なところです。まあ、土地家屋調査士の認知度ってまだまだかなというふうに正直思っていますので、まあ、その土地家屋調査士という仕事を知って、あ、こんな仕事があるんだ、これかっこいいなというふうにね、思ったのが正直入りの部分なんです。で、もちろん入りの部分はそういったものでもいいんじゃないかなというふうに個人的には思っています、ね、かっこいいな、なりたいな、ね、それで勉強を始めたらやはりやらされている勉強じゃないわけだから勉強しますよ ね。だからそういったところから入ってもらって、じゃあ絶対に土地家屋調査士になってやる、ね、あとはここにある仕事をすでに実務としてされている方はその中に土地家屋調査士という仕事を加えていただく、ね、そんな風に自分の事務所を広げるなんていう方もね、もちろんいらっしゃいます、ね、なのでぜひチャレンジしていただきたいなと思います、ね、あとは宅建士の方に関しては、はい、ある程度民法の学習もされると思います。そして土地家屋調査士の試験では民法についても択一問題で出てきますので、その民法の知識というのも使える、そういったことになるかと思います。はい、で最後に残ったのがここですね。はい、司法書士、行政書士、もうこれは完全に、まあ、実務で使っていく、要は司法書士とそれから土地家屋調査士両方の看板掲げて実務されてますよという先生、それから行政書士と土地家屋調査士両方の看板掲げてますよ、あとは3つの看板掲げてますよという先生もこれいらっしゃいます、ね、それだけまあ密接な関係性があるということになります。
特に司法書士さんだったら土地家屋調査士の仕事について、全然知らないという方はこれいらっしゃらないと思います。行政書士さんもそうですね。受講生の方にも行政書士これお持ちの方かなりの割合でいらっしゃいます、ね、そうすると行政書士の実務をしながら土地家屋調査士の資格があったら便利だなというふうに感じる方が結構いらっしゃるんです、ね、したがって、ダブルライセンス、トリプルライセンスなんていう言葉が出てくるということになってくるわけです。はい、で司法書士のところの説明でちょっと見ていくと、はい、上にちょっと説明があるのでアップにしましょうね。はい、この上の文章、司法書士さんについての説明、表示に関する登記が完了した後、はい、この表示に関する登記という部分が土地家屋調査士が携われる範囲、テリトリーということになってきます、ね、後で詳しくお話ししますね。で、表示に関する登記が完了した後に所有権保存登記や抵当権設定登記など権利に関する登記、ね、ここを所有者の方に代理して行うのが司法書士さんたちのお仕事です、ね、でも冒頭出てきた表示に関する登記というのはここは土地家屋調査士の独占業務になってくるので司法書士さん関わることできないわけです、ね、だからもちろん実務としてじゃあ司法書士さん、ね、お付き合いのある土地家屋調査士の先生にこの部分お願いして、ね、そういった形でうまく連携して、ね、やっている先生方もたくさんいらっしゃいます。もちろん土地家屋調査士もこの部分やったらあとは知り合いの司法書士の先生に権利の部分お願いする、ね、このような形でやっている方もいっぱいいるんですけれども、でもこれってワンストップでできたらもちろんいいですよね。他の先生に頼まなくても自分で表示に関する登記も権利に関する登記もできてしまったらこれはお客さんのメリットにもなりますよね。はい、そういったこと、ワンストップサービスなんていう言葉もね今出てきていますけれども、だからこことここを持っているということは非常に大きなメリットになってくるということになります。はい、いいですかね。はい、ではこの後は実務についてね、実務についてじゃあどのような形で土地家屋調査士の仕事とそれから今ご自身が持っている資格をうまく絡めていくのかっていうお話を少しさせていただきたいと思いますが、今お話ししたこの司法書士さんのお仕事の説明で登記という言葉がたくさん出てきましたよね。表示に関する登記、それから所有権保存登記、抵当権設定登記、権利に関する登記、はい、要は土地家屋調査士もそうですし司法書士さんのお仕事もそうですし、まずはこの登記というところをしっかりと知らなきゃ、ね、お話にならないというようなことになってきます、ね、じゃあここでこの登記について少しねお話ししていきたいと思います。はい、参考までに2019年向けのテキストをちょっと持ってきたので、一緒にね見ていただきたいと思います。はい、もし皆さんがレックにお申し込みいただいて勉強を始めるとすると、こういったテキストで学習していくことになりますよということで参考までにねお見せしますが、はい、まず今画面に映しているもの、ね、これが登記事項証明書というふうに言って登記記録の内容を書面に示したもの、はい、見たことあるよという方も例えば不動産に関わるお仕事をしている方だったら、司法書士さんだったりじゃなくてもこういったもの、ね、目にしたことはあるんじゃないかなと思います。でどういうものかというと、はい、
見ていただくと、大きく2つに分けることができます。この部分と、それからこの部分。はい、で、上の段は表題部とあります。はい、そして下の段は2段に分かれているんですけれども、権利部と呼ばれる部分。はい、これがまあ登記記録の内容と思ってください。はい、で、表題部に関してはどんなことが記録されるのかというと、その不動産の物理的現況ということになります。ね、要はどんなもの、どんな不動産なのかっていうような内容で、この登記事項証明書は非区分建物とあります。ね、先ほど区分所有法のところで区分建物なんていうふうなお話をねしましたけれども、区分建物じゃない建物、ね、要はまあ普通の一戸建てのお家なんかをねイメージしていただくのが一番わかりやすいのかなと思いますが、まあ、マンションとかビル以外の建物と思ってください。この非区分建物について、じゃあこれどんな建物なのっていうのをまず表すのが1段目の表題部。はい、で、どこにありますかという所在、そして家屋番号というのは、これ建物の名前、ね、これは建物を特定する事項の名前みたいなものだと思ってください、ね、そしてどんな利用目的に使われているのか、そしてどんな構造をしているのか、はい、で、床面積はどのぐらいあるのか、いつ建てられたものなのか、というその建物の物理的現況を表すのが表題部。はい、で、この表題部は調査士が行う、ね、調査士が所有者の方に代わって代理で行う部分ということになってきます。この表題部に関してはもう調査士しかいじれないと思ってください。はい、で、一方権利部というのはその名の通り権利に関する部分です。はい、だからこのような建物を建てましたよということで、まずは土地家屋調査士が所有者の方に代理で登記の申請を行うと、このような登記記録がまず出来上がるということになります。その段階ではまずこの1段目だけで、その後に司法書士さんたちが権利部というものを作ってもらう登記の申請をするわけです。はい、そうすると所有権保存登記ということで、ここで初めて権利部ができるわけです。いいですかね。で、その後に、はい、まあお金を借りたんでしょう。抵当権を設定、これも抵当権設定登記というのを所有者の方たちに、ね、代理して司法書士さんたちが行うということになります。で、まあ、権利に関する登記の部分っていうのはあまり細かいことは土地家屋調査士の試験ではね出てきませんけれども、まあ、このように見ていただくと分かる通り、ここが司法書士さん、要は密接な関係にあるわけですよね。だから普通だったら、ここを調査士が、ここを司法書士がということで2段階必要になってくるところを、両方の資格を持っていればスピーディーにことが運ぶ、ね、ワンストップサービスというのが叶うことになってきます。これが非区分建物、ね、で、同じように土地だったら土地でこのようになるんですね。はい、これは土地の登記事項証明書です。はい、そうするとその土地はどこにあって、はい、このような番号が付けられていて、どんな利用目的で使われているのか、宅地ということは建物が建ってるんだろうな、ね、
土地の面積です。地積どのぐらいあるんだろうな、 175.12 平方メートル。要はその土地の物理的現況を表すのがやはり表題部と呼ばれるところ。はい、そして同じように権利部が2段階であって、ここは司法書士さんたちが行う登記の部分ということになります。所有権保存、それから所有権移転しているので現在の所有者はこの人だなとか、ね、要は登記記録を見れば、ね、これは誰でもこの土地についてどんな土地なのかな、今誰が所有権持ってるのかな、そして所有権以外の権利は何か登記されているのかなということが誰でも手数料を払って確認できるようになっている、ね、これが不動産登記制度に基づいたこの登記というような内容になってきます。いいですかね。この部分は土地家屋調査士が、この部分は司法書士さんたちが行える業務の範囲ということになるわけです。はい、ではせっかくなのでこの私たちが関われる表題部についてもう少し細かくね見ていくこととしましょう。はい、画面ね見ていてください。はい、ここにちょっと土地この絵がありますけれども、実際に畑として使っていたんですね。で、畑という利用目的に使っている土地は地目としても分かりやすい畑というふうに表示されることになります、ね、じゃあこの土地の登記記録今どうなってるのかなということで下にあります。はい、畑の段階ではこのような状態だと思ってください。はい、所在は A 市 B 町1丁目にありますよ、ね、で土地の名前は1番ですよ。はい、そして利用目的である地目の部分には畑として登記されている。はい、土地の面積どのぐらいあるんですか。地積200平方メートルですよ。はい、でこの部分、まあ、ちょっと細かいですけれども不詳ということで、この土地がどのように発生したのかっていうのはちょっとわからないよっていうような状態を表しています、ね、ずっと登記されていなかった土地だったんでしょうね。どのように発生したのかわからないっていう場合はここ不詳なんていうふうに登記されます。はい、でこのような土地があって、はい、実際にここです。平成31年1月20日にここ畑やめて駐車場にしましたよというふうになった場合、はい、これどうしましょう。現況駐車場になっているんです、ね、でも登記記録、はい、見たように今はまだこの段階なので畑になっている。現況と登記記録の内容が一致していない、これよろしくないですよね。不動産登記制度の目的っていうのは先ほども申し上げましたけれども、誰でも手数料を払えばその不動産の状況を見られる、このようにすることが不動産登記制度の目的、要は国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資すること、ね、まあ、難しく言うとこんなふうに言うんですけれども、まあ、このあたり、ね、土地家屋調査士の勉強を始めるにあたっても、ね、それからまあもちろん司法書士さんたちだったらね知っていて当然ということにはなると思いますけれども、不動産登記制度が作られた、まあ、意義ですよね。その目的っていうのは取引の安全と円滑を図ることなわけです、ね、だから私たち土地家屋調査士は表題部の事項とそれから現況、ここを一致させておく、まあ、このような使命があるというふうにちょっと思ってもいいんじゃないかな。
で、表示に関する登記の目的というのは、今言った通り現況とそれから登記記録の内容を一致させるということなわけです。だから今見たように、登記記録の内容、土地の種類、土地の地目としては畑というふうに登記がされているのに、現地に行ってみたら駐車場になってるよということになると、やはりこれは不動産取引の安全と円滑なんていうのは測れないですよね。だからもし現況変わったら、所有者は1ヶ月以内にそこ変更しなきゃいけないわけです。今回だったら駐車場にしたんだったら、駐車場になった時から1ヶ月以内に地目変更登記というのを行って、登記記録の内容と現況を一致させなきゃいけない義務が所有者に課されます、ね、でも今言ったことを普通の土地の所有者が知ってますか、ね、じゃあ地目変更登記してください、できますか、ね、できないですよね。やはりそんな知識を持っている一般の方っていうのは、これなかなか少ないです。だからその部分を私たちが業にしていこうというのが、まあ、土地家屋調査士の使命ということになってきます。はい、じゃあもうちょっとね見ていきましょう。はい、1月20日に駐車場に変わったんです。でも登記記録の地目っていうのは何もしなければ畑のままなんです、ね、じゃあこの部分を一致させる登記の申請を行って、登記記録を変更してもらいましょうというのが地目変更登記ということになります。はい、分かりやすいですよね。土地の地目、ね、これが畑から、はい、ちょっと難しい言葉が出てきます、雑種地に変更しましたよという登記を申請することになります、はい。まあ、今はね、あの雑種地なんだそりゃ、ね、そんなものでいいと思うんですけれども、このような不特定多数の人が使う駐車場、ね、これは雑種地というふうにね、そういった地目で表しますよぐらいでいいです、ね、だから、まあ、とにかく畑ではないわけです、ね、じゃあ畑から雑種地に変わりましたよ、いつ変わったんですか。はい、平成31年1月20日に変わったんですよということで、平成31年1月20日地目変更、じゃあ頭にこれ丸にって何なんだって言ったら、これです、地目の符号、要は2番が変わりましたよ、平成31年1月20日に地目が変わったんですよっていう地目変更登記の、まあ、理由だというふうに考えていただくと、この部分は分かりやすい。はい、でこれは登記記録がこう変わったよっていう状態を示しています、ね、で下の段が現在の状況ということになるんですけれども、地籍だったりそれから地盤だったりっていうところが変わることはないので、その部分は余白、変わったところは地目だけだから、地目の部分だけを書いて記録されて、ね、でいつ変わったんですかっていうことが記録されるわけです、ね、でこれはどうしてこういった登記記録が変わったのかって言ったら、地目変更登記という登記の申請を行ったから、登記の申請を行ってその登記が受理されて登記が実行されると、誰が実行するのって言ったら、これは登記所にいる登記官という人がね実行することになるんですけれども、それが実行されると表題部がこのように変わって現況と一致するっていうことになります。現況は駐車場ですよ、登記記録の地目もきちんと駐車場の地目として雑種地というふうに変えました。はい、ここが一致してめでたしめでたしっていうことになるわけです、ね、こういったことが土地家屋調査士の仕事になってきますよということになります、ね、もちろん今一つ、ね、たった一つの事例として地目変更登記というものをね事例として挙げましたけれども、いろんな登記があります、様々です、
ね、土地についていくつかの登記、それから非区分建物についていくつかの登記、区分建物についていくつかの登記、ね、それをまあ全て、ね、全てっていうふうに言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、要は試験に出てくるような登記の申請も全て勉強していただきます、ね、でどんなパターンの問題が出てきても対応できるように、要は合格点を取れるだけの知識を皆さんにつけていただくような講義をレックの土地家屋調査士試験の初級講座では行っていきます。だから今全然登記のこと知らないよ、地目変更登記初めて聞いたよ、もちろんそれでいいんです。私もこの学習始めるまで地目変更登記何ですか、そもそも登記って何ですか、もうこんな状態から始めましたからね。もちろん最初はもう皆さん何も知らない状態で来ていただいて構いません、ね、であとはもうどれだけ、まあ、講義の内容、ね、試験勉強大変だけれども面白いな、少しでも面白いなというふうに思いながら勉強を最後まで続けてもらえるか、ね、もうそこは私たちの責任になってくるのかなというふうに思っていますので、ぜひご検討いただければと思います。で今はその一つの事例として地目変更登記というようなお話をしましたけれども、ここでちょっと関わってくるのが行政書士さんたちのお仕事っていうことになってくるんです。はい、今さらっと畑から駐車場にこの土地変わったんですよっていうお話をしましたけれども、土地家屋調査士の試験としては、あ、畑から駐車場に変わったんだ、じゃあこの駐車場を表す雑種地という地目に変更登記をしなきゃいけないねっていいんですけれども、現実は畑を畑以外の利用目的として使うということになってくると、一定の許可申請、ね、一定の許可が必要になってきます。これは農地法の規定に基づく農地転用許可という申請をして、その許可を取らなきゃいけない、ね、じゃあその部分誰がやるのかって言ったら、そういったさまざまな許可の申請を行うっていうのは、これ行政書士さんたちのお仕事になってくるわけです、ね、だから今はさらっとこの地目変更登記の申請だけで、土地家屋調査士目線だけでお話ししましたけれども、本来はその前に農地転用許可の申請っていうのが必要で、裏に行政書士さんたちのお仕事が隠れてるんだっていうことになってくるわけです。だからこういったところを考えても、行政書士、それから土地家屋調査士の仕事、ね、そこをダブルライセンスとして掲げていくっていうメリットもこれありますよっていうお話なんです。いいですかね。はい、では早速試験についてもうちょっと詳しくね説明させていただきたいと思いますので、またパンフレットに戻ります。はい、お持ちの方は9ページ開いてみてください。はい、パンフの9ページで土地家屋調査士試験の概要、はい、ちょっと簡単に説明していきたいと思います。はい、試験は例年10月ということになっています。はい、そして午前の部午後の部ありますけれども、こっちを受けるようなことはしません。冒頭でも申し上げた通り、ここ両方受けて合格できる人の人数っていうのはもうこれ本当に限られます。だからこの部分だけ、午後の部1時から3時半というこの2時間半の試験だけ、ね、土地家屋調査士試験としてはここを目標に学習していただくことになります。はい、だから試験内容のところ、この午前の部というのもこれは不要、問題はこっちです、午後の部。はい、どんな内容なのか、はい、これも先ほどねちょっとお話ししましたけれども、まずは択一書式というふうに分かれます。はい、で択一の方はもうこれはマークシート形式の問題、5紙択一で20問です。
で、その中の20問ってどんな振り分けなのかって言ったら、不動産登記法もこれがほとんどです。ここが16問。で、民法が3問。で、この他というのがこれ1問。この他というのはこれ土地家屋調査司法、ね、これが1問出てきます。だいたい16、3、1、この割合です。はい、で見てわかる通り、もう不動産登記法で16問っていうことは、もうここを主に学習することになる。まあ、これは誰が見ても当然そう思いますよね。1問しか出ない土地家屋調査司法をほとんどの時間を割いて学習するかって言ったら、そんなことはないわけです。1問しか出ないんだから、土地家屋調査司法に費やす時間っていうのはほとんどありません、ね、あとは民法、まあ、3問なのでここ微妙なんですよね。この3問のためにどこまで勉強するか、はい、まあ、これがね、一番頭を悩ませる部分かなとは思うんですけれども、ただ民法ってこれ条文だけ考えても1000条以上ある、ね、このような条文でそれに付随してくる判例だったり、ね、そんなものを含めたら膨大な量になります、ね、それを端から端まで学習していたら1年やそこらでは当然終わりません、ね、でもそこまでやって、でも3問しか出ないんです、ね、じゃあその学習の仕方ってうまくないよねっていうことになってくるので、レックでは民法も過去に出題された内容をギュッとまとめて、その過去に出題された内容の中でも品質の問題、ね、要は毎年出てくるなとか、ね、まあ、要はよく出てくる問題の論点をきちっとテキストにまとめたもの、それで最低限の民法を学習します。したがって民法はこれ3つ全部取りに行く学習ではないっていうのをちょっとあらかじめ皆さんには覚えておいてほしい。だからまあ2問取れればいいかなぐらいの内容です。もちろん学習したところが出たら絶対に取ってくださいねっていう話、ね、とにかく民法あまり深追いしすぎるといいことないんです。毎年毎年民法3問取りました、ね、でも不動産登記法10問しか取れませんでした、ね、10問取れませんでしたっていう人も意外といるんです、ね、じゃあ民法3問取ったのは素晴らしいけれども、その勉強で良かったのっていうことになってきます。だからどの部分をしっかりやるのかっていうことに関しては、講義の中でしっかり伝えていきますので、そこは安心してください。はい。で、これが択一問題。そして書式に関して先ほどお話ししましたが、土地1問、建物1問。どんな問題なのって言ったら、これはかなり長い文章問題が与えられて、じゃあこの問題を読んだ時にあなたはこの内容でどんな登記を申請しますか、ね、お客さんから依頼があったんです。こんな依頼があったけど、あなたは土地家屋調査士としてどんな登記を申請しますか、ね、こういった問題です、ね、じゃあその登記に申請、その登記の申請に必要な申請書と、それから必ず必要になってくる図面を作りなさいっていう問題になります。だから土地で最低図面1個作ります。ね、多い時は2つ作らなきゃいけないこともあります。ね、ただ大抵まあ1つかなっていうところ、最近の試験では。そして建物に関しては図面は2種類必ず必要になります。1種類でいいということはないので、建物に関しては図面を2つ作る、そして申請書ももちろん作る、でかなり長文の文章、問題文を読んでどんな登記を申請するのかっていうところまで両方について検討していかなきゃいけない。で、図面を作るにあたっては土地に関して多少数学の知識が必要になってきます、ね、まあ、多少という言い方、ね、まあ、どの程度学生時代数学が好きで勉強したかにもね、これ寄ってくると思うんですけれども、その数学の部分が、まあ、最初嫌だなと思う人もいるかもしれません、ね、ただ
数学の知識についても土地家屋調査士試験で必要な数学の知識というところに的を絞って、ね、学習はしていきますので、もう全然忘れちゃった、三角関数なんか全然忘れちゃったっていう方でももちろん大丈夫です、ね、一からしっかりと勉強していきます。でもっと最初からやりたいという方に関しては、初めての土地家屋調査士シリーズという講座、ね、これ別販売も、ね、しています。で早期申し込みの特典なんかにもなっていますので、ぜひ早めのお申し込みでそういった特典も使っていただければと思います。でこの初めての土地家屋調査士シリーズの中では、よくわかる数学、ね、もういきなりサインコサインタンジェントって言われても、もう多分忘れちゃってる人がほとんどだと思います、ね、まあ、ちょっと今自分目線で言ってしまってますけれども、まあ、忘れちゃってる状態でも大丈夫ですよっていうような形で、まあ、その数学の知識、それから初めての関数電卓、ね、もう関数電卓という便利な電卓使っていきますので、まず電卓に慣れるっていうことも必要になってきます、ね、だからその電卓について、あとは初めての三角定規、ね、三角定規を使って図面を描くことになります。それも最初はやっぱりなかなか慣れないですよね。普通に日常生活していて三角定規使って図面を描くなんていうことがないですからね。だからこれもやっぱり早めにやって慣れておきたいという方にとっては非常に好評な講座が別売りでありますので、まあ、そういったものも活用していただければと思います。はい、ということで土地建物について1問ずつの書式問題というのが出てきます。この択一と書式2問というのを2時間半で行うことになります。で、今はまあこれを聞いていただいているだけでは2時間半で択一20問、それから書式2問か、まあ、どのぐらい時間がかかるのか見当もつかないと思います。ただはっきり言って時間との戦いの試験という部分も大きいです。もうこれはきっちり1年間、ね、それからまあそれ以上に学習した人でも2時間半の時間っていうのは本当にギリギリ終わるか終わらないかっていうような状態のことが多いです。やはり問題の内容としてその年にもよるんですけれども、まあ、ほとんどの年が2時間半という時間はギリギリの時間だと思ってください。だから皆さんは講座を受けていただくにあたっては、とにかくどの部分をしっかりと勉強するのか、あとはどれだけ正確にスピーディーな判断ができるのか、今電卓三角定規、ね、慣れてくださいというふうに言いましたけれども、とにかく毎日毎日触って慣れていくっていうのが書式の学習だと思ってください、ね、だから毎日できませんという人はおそらく、ね、ちょっとやめた方がいいのかなというふうに思うぐらい、択一の勉強法と書式の勉強法というのはこれちょっと全然変わってきます。はい、いいですかね、まあ、このような内容の試験を受けていただくということになります。そしてこの午前の部というのは、最初に申し上げた測量士、測量士法、建築士の資格、ね、試験に合格している人は免除になるということなので、どのようなコースをご用意しているかというと、パンフレットをお持ちの方は12ページ、はい、まず基本となるのがこのストレート合格 A コースということになります。まあ、これが全部フルについている基本となる初学者向けのレックが提供しているコースということになるんですね。で、この部分、測量士法合格パックというのが、先ほど申し上げた4つの資格持っているという人は14ページ。はい、ここごっそり抜けていますよね。要は測量士法の試験対策というのがこれ必要ないからです、はい、だから免除資格持っている方はこの A コース、免除資格の A コースというのを選んでいただければここがない、はい、で免除資格ありませんという人はこれがセットになったストレート A コースというのを選んでください。
で13ページの方に B コースというのもあります。でこの B コースは何なのかというと、例えば司法書士さんだったり、あとは行政書士さんなんかもそうですよね。ある程度民法には詳しいので民法の講座はいらないよっていう人、ね、そういった方はこの B コースというのを選んでいただけると民法の部分が抜けています。だからまあこんなコースもあるんだということで、今ご自身が持っている民法の知識でもう絶対的な自信があるという人はこれを選んでいただいてもいいと思います。でこの B コースでも免状資格がないので測量司法についても対策つけますよっていうコースと、それから15ページの方に、はい、ここいらないですよ、あとは民法の講座もいらないですよという部分で、民法も抜けて、それから測量司法の対策も抜けた免状資格で、なおかつ B コースというのもご用意しています、ね。まあ、ご自身の今の状態で当てはまるものを、ね、選択していただければと思います、はい。で流れとしてはインプット完成講座、まあ、この部分がほとんどを占めると思ってください。で、このインプット完成講座の中でも全体構造編、それから徹底解析編というふうに分かれていて、まずは全体構造でざっくりと大枠をつかみますよ。そして徹底解析編に入って細かいところまでしっかりと学習することによって、この知識にどん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 肉付けをして知識を増やしていく。そしてここで土地家屋調査士本試験に対応できる力をまずは身につけた、ね、インプットされたというふうになったら、最後のアウトプットとして当練、ね、直前ファイナル当練というところで自分の力を試していただきたい、ね、要はここ完全なアウトプットです。でまあ、当練編模試編というふうに分かれていますけれども、まあ、当練8回というふうに考えてもらっていいです。もうここは完全に本試験レベル、もしくはそれ以上の問題を出しますので、ここでどれだけしっかりと出せるか、要はここでインプットしたものを出せなければ何の意味もないわけです。だからここでインプットしたものをここで出すために、例えば2時間半の中で全部出し切れるか、最初に2時間半ギリギリか、もしくは時間足りないんですよというお話をしましたけれども、じゃあどの部分を最初にやっていくかなんていうこともこれ重要になってきます。はい、まあ、これは人それぞれなんですけれども、択一問題まずは先に解きましょうということは私毎回言っています、ね、なぜなら択一問題で一定の基準点を取らないと書式問題採点すらしてもらえないからです、ね、だからどれだけね素晴らしい書式の答案作ったとしても、択一で基準点上回らなかったら見てもらえないから、ね、だからとりあえず択一やりましょう、ね、でその後に土地やって建物やるか、建物やって土地やるか、ね、もうこれは人それぞれなんです。だからとにかく得点源にできるような方からやりましょうということを私言っています、ね、要は得意不得意って人それぞれで違うので、土地が得意なんだったらもう土地から行きましょう、ね、建物で確実に点取りたいっていうんだったらもう建物から行きましょう、ね、もちろん書式の方にも基準点があるので、一定の基準点を取らないとやはり合格できないんです。土地家屋調査士の試験って100点満点なんだけれども、まずは択一50点満点のうち何点取らなきゃダメで、書式の方も50点満点で何点取らなきゃダメ、なおかつ総合の合格点で合格ラインまで行ってないとダメ、要は3段階の壁があるっていう、ちょっとねそこがまた厄介なんです。だから総合、例えば80点で合格ですよ、80点超えてました、でもどちらか、ね、要は書式の方で基準点超えてないっていうふうになったら合格できないんです、ね、まあ、そういった人を私も何人も見ているので、やはり絶対に合格するんだっていうモチベーションを最後まで持ち続けて合格点勝ち取っていくっていうのが非常に重要な試験になってきます。
はい、ということで、お話の方はもうこのぐらいに、ね、させていただきたいなとは思っていますけれども、とにかくこのガイダンス聞いていただいて、一人でも多くの方が、あ、土地家屋調査士ってなんか面白そうだな、ね、やりがいがありそうな仕事だな、試験難しそうだけど、ね、レックの講座良さそうだな、ね、もう何だったら木村って講師分かりやすそうだな、なんていうふうにね、ちょっと思っていただいて、一緒に、ね、学習を進めていければなというふうに思っています、ね、で、分からないことあったら、コールセンター等を利用していただいて、遠慮なく質問していただければと思います。パンフレット等も請求していただければね、お送りすることできると思いますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、では最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。